キャッシュは、インターシステムズが開発したプロプライエタリな、ムンプスベースのデータベース管理システムである。インターシステムズはその特徴を、ポストリレーショナルと称している。キャッシュは、同じデータに対して、SQL アクセス、オブジェクトアクセス、階層型アクセスを提供している。キャッシュは、Windows、各種ユニックス、MacOS、OpenBums で動作する。内部的には、 キャッシュは多次元配列にデータを格納し、階層的構造化データとして扱うこともできる。しかし、多くのアプリケーションは、オブジェクトアクセス手法か、SQL アクセス手法を使う。アプリケーションのビジネスロジックの開発には、キャッシュオブジェクトスクリプトやキャッシュベーシックを使う。外部インターフェースとしては、C、Java、 エ g b ーアクチベックスへのネイティブオブジェクトバインディングがある。関係アクセスや高性能ダイレクトインターフェースとして JDBC と OdoBC がある。XML と Web サービスもサポートされている。キャッシュサーバーページ図により、キャッシュデータベース上のデータを使って動的に Web ページを生成するアプリケーションを構築可能である。キャッシュは 高速差が特徴であると言われ、リアルタイムアプリケーションに最適とされている。高速差の要因として、データを最初から構造的に扱うこと、データをなるべくメモリ上に保とうとするアーキテクチャであることが挙げられる。この製品の主な顧客は、アメリカの大病院が多く、電子カルテシステムをキャッシュで実現している。 他にもネット証券会社アメリトレードなどもキャッシュを利用している。主な競合製品、企業は DBE に Microsoft SQL サーバー、オラ Oracle、ス y b a s e などである。同じ用途で関係データベースと比較したとき、特に複雑なリレーションシップを含むシステムにおいて、キャッシュははるかに性能が良いとされる。この特徴は、通常の関係データベース管理システムにおいて、 ボトルネックとなりがちな OR マッピングを必要としないムンプスに由来するデータ構造によるものである。ありがとうございます。